で、アニメーションを作る上で意識している3つのポイント、まあ、これは僕個人的にすごく意識している、で、皆さんにも意識してほしいなというがあります。まあ、1つは見ている人を必ず意識するということです。できれば授業内でも見せるものは全て見ている人を意識して作ってほしいと思ってます。例えばワイヤーフレームがあるとか、それによってなんか見づらくなっているとか、コントローラーをオンにしたままプレイブラストしてとか、そういうのがあった時点でそこに意味合いが出てしまうので、なぜコントロール、これなんでオンにしたんって、それを例えばコントローラーがおかしいとか、何かこうエラーがあるとか、うまくいってませんっていう風な、の説明をするための動画だったらいいとは思うんだけど、ただ単にアニメーションを見せるためなのに、そこがあることで集中できないでしょ、ストーリーにね。なので、そういう要素をなくしたりするのも一つだし、例えばカメラワークが、まあ、わかるんだけど、いろんな角度から、例えば全体を見せたいから、ちょっと引いて見せました。それもいいと思うんです。それはそういうストーリー、そういう見せ方だからいいと思うんだけど、例えばショットをかっこよくしたいんだけど、そうじゃなくて、自分のアニメーションを見せたいから引きましたっていうのは、ちょっと違うと思うんですね。なんか、そこは、自分本位というか見てる人を意識してないというか、より自分の、アニメーションを魅力的に見てる人を意識して見やすくとかね、そういうとこを意識してほしいなと思ってます。はい。